今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アクタスの店舗で副店長をやっております、石田と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。間取りは 2LDK の物件で、だいたい53平米ぐらいになります。妻と2人で今暮らしております。この物件は持ち家ですか、賃貸なんですか？賃貸です。引っ越されてはどれくらい経たれたんですか？引っ越してから1年と少しぐらいですね。なのでまだ2年経たないぐらいになります。実はもう前の家から持ってきた家具はもうほぼなくてですね、この家に引っ越して間取りとかを全て見た上で全て買い直しました。ちょっと好きなインテリアのテイストとかが変わってきたのが大きな理由ではあるんですけれども、前まではインダストリアルなちょっと古木を使ったり、こう黒いアイアンがあるような家具でドライフラワーを飾ったりとか、そういうテイストもすごい好きだったんですけれども、ミッドセンチュリーとかそういったところにも興味があって、まあ、かなり幾何学的というかアイコンになるようなこう家具インテリアが本当にこう好きになってきて、それでもうちょっとお部屋を構成してみようかなと思って、もうお金を貯めて一気に買いました。はい、では早速玄関から紹介いたします。どうぞ。お願いします。玄関は、まあ、賃貸ならではというかすごい狭いんですけれども、まあここに小物としてはクルティの小さい100ミリリットルのタイプを置いていて、まあ、帰ってきたりとか、出かける時に香りがふわっとくるように一つアクセントとして置いていて、下はもうこれはメインで私の身だしなみといいますか、まあ、指輪とか時計とか、あと香水とかフレグランスを置くようなスペースで、もう最小限ですね、ここしか棚がないんですけれども、はい、ここに置いております。でこちらは妻が写真がすごい好きなので、妻がこう買ったポスターなんですけれども、西山勲さんという、フォトグラファーの方の写真をこうアートのような形にしたポスターを玄関に飾って、まあ、帰ってきた時にこう見れるようにしております。では先ほどの、リビングダイニングに戻ります。ここがダイニングスペースですかね？そうですね、こちらがもうメインのダイニングスペースでございます。もう一番、まあ、すごい目立つと思うんですけれども、もうこのダイニングテーブルをメインとして空間を作るようにしてます。美術館とかに行くのがすごい好きで、まあ、美術館のような空間を家で作り出すのって難しいとは思うんですけれども、回遊できるようにこう動線をすごい大事にしていて、このメインとなるもう一番お気に入りのダイニングテーブルを囲むようにインテリアを見て回れるような配置を心がけてます。はい、こちらはテクタ社の M21-2 というダイニングテーブルです。多分この動画を見てる皆さんだったらよく見ると思うんですけど、 M21 というアクタスで本当にアイコンとなるようなすごい有名なテーブルがあるんですけれども、それを二回りぐらいこう小さくしたモデルになりまして、実際にテクタ社のオーナーのアクセル・ブロホイザー氏の自宅でも使われているカラーリングともう形と大きさになってます。妻と二人で暮らしてるんですけれども、まあ大きさや形とかも本当に使いやすくて、どの辺にやっぱり椅子を持ってきてこう座っても全くこう狭くならないというか、使いづらくならないっていうのがやっぱりこのダイニングテーブルの特徴でありまして、はい、照明は AJ ロイヤルという照明で、はい、ルイス・ポールセンですねの照明になります。PH5 がすごい知名度で有名だと思うんですけれども、私もやっぱり PH5 ってずっと憧れてたんですけど、最初照明よりもこの家具とかを決めた時に、この空間といいますか、このテーブル、この空間に合う照明ってどんなのがあるのかなって思った時に、この AJ ロイヤルの照明がもう
あのドンピシャでこうハマったといいますか。なのでこの照明をあえてこう釣って、この半円のこの曲線の美しさとかをこのダイニングテーブルとか椅子とマッチさせようと思って、あえてこの照明を選びました。まあ、これも多分皆さんご存知だと思います。本当にアクタスのスタッフだったら皆さん一脚持ってるんじゃないですかね。CH24Y チェアですね。カール・ハンセンの、まあ、有名なデザイナーズチェアでございます。これもあの前の家では持ってなかったんですけれども、まあ、この変形テーブルなので、もうどんな椅子でもが何脚あっても受けになってくれると思ったので、まあ、ベーシックかもしれないんですけれども、まあ、一番王道の椅子は一脚ちょっと欲しいなと思ってこの子は買いました。はい、これは USM という、まあ、あのシェルフになるんですけど、あのユニットなのでいろいろ組み替えとかができるタイプになるんですけれども、で、まあ、形も好きに変えれて、あの色も私今白なんですけれども、形も種類がたくさん、あの色も種類がたくさんあって、あの選べるんですが、私はちょっとあの飾り棚のように使いたかったので、下はあのドロップダウンっていって、まあ、隠せる収納になってる扉のタイプ、上はあえてオープンになっているタイプの、まあ、あのクイックシップといって短納期のアイテムにはなるんですけれども、その仕様を購入させていただきました。こちらはもうあのアクタスで今グリーンといえばっていうところで、ノードリームというブラウンドので買ったモンステラとガジュマルをずっと育ててますね。はい、あの鉢とかスタンドとかも全部アクタスって買えるので、植物屋さんだけで買うとちょっとインテリアとのコーディネートとかも少しこう想像しないといけないところもあると思うんですけど、アクタスだとお店で、まあ、実際に家具の横に置いてみたりとかして、すごいこの植物を置いたらどういう風にマッチするんだろうとかが分かるので、まあ、実際このモンステラとかもあのお店の USM のシェルフの横に持って行って、あの、まあ、この高さでいいかなとか見たりとかして買ってます。本当にこういう植物とかをしっかり育てるっていうのもあの楽しみの一つになってきたので、あの買ってよかったなと思ってます。はい、では次リビングスペースに移動して紹介いたします。どうぞ。この空間こそちょっともう美術館というか、自分の好きなプロダクトをもう散りばめましたみたいな感じなのと、あと、まあ、カーペットみたいなのをこう全部一面に敷いてるんですけど、まあ、ホテルとか旅館とかでのこうちょっとこう足を脱いで広く寝っ転がったりできるスペースとかもすごい好きなので、それを家で作り出そうと思って、そのアートっぽい感じとその遊び場じゃないですけどゆったりできるっていうシーンをこう融合させて作ってみました。はい、普段は本当にこの椅子にこう座ってゆっくりしたりとか、こんな感じで、あとはもうパソコンとか高さを変えていじったりとか、あとはここのちょっとゴミゴミしたところは実はすごいいいスペースで、あのテーブルを、あ、ごめんなさい、テレビを向けて、ここでもう床座がすごいしっくりくるので、ここでこうお菓子とか飲み物を広げながら、ここでずっとゆっくりしながらテレビ見たりアニメ見たりしてます。これはアクタスでいうとちょっとソファーの方が知名度があるナタドラというブランドの中のピボットという名前のリビングテーブルになるんですけれども、上が大理石になっていて、下はかなりデザイン的な、これオーク材でできてるんですけれども、このデザインに一目惚れしてもう出た時に買いました実は。はい、これはヘイというブランドお店で、購入させていただいた、コートハンガーになります。ちょっとデザインがこの家に合うかなって思ったので、あとちょっと帰ってきたらいつもリュックとか放り投げたりとかあのしてたので、デザイナーさんが、倉本仁さんというデザイナーさんで、あのアクタスのいろんなプロダクトも手掛けてるデザイナーさんなんですけれども、これも機能的にもいいし見た目も、あのすごく家に合ってるかなと自分でも思ってるので、このアームチェアはすごい我が家でも目を引くかなとは思うんですけれども、あの
フェイトゥーグッドというデザイナーさんがデザインしているローリーポーリーチェアっていうんですけれども、はい、あのすごい曲線というか後ろとかのデザインもすごい足みたいな感じにこうなってるんですけれども、後ろのフォルムとあとこの横のこういうフォルム、あとはこう正面から見た時のこの丸いフォルムにすごい惹かれて、あのこれ初めて見たのは SNS で、あのインスタグラムでちょっとインテリアを探している時に見たんですけれども、あこれは我が家に迎えたいなと思って、はい、テクターというところの K22 サイドテーブルですね。もうこれも多分知名度で言ったら、もう今だったらアクタスといえばこのサイドテーブルかなっていうところで、あの昇降がやっぱり簡単にできるっていうのと、本当軽いので好きな場所に動かしていけるっていうところでいくと、あのこういう椅子にも合わせられるし、あの床に座った時もある程度クッションとかあれば使えるし、あとは Y チェアとかダイニングチェアの高さにしても合わすことができるので、このテーブルは本当どのシーンでも使えるので、もう場所は問わずですね。じゃあ最後にキッチンだけ紹介いたします。お願いします。はい、ではキッチンですあの無印さんで、あのなんか厨房で使ってるようなあのアルミの材質のキッチンボードといいますか、それをオーダーで作って、それにまあ全部を並べてるような感じですね。ゴミ箱置いて収納置いて、あとはもう基本なんかメインは隠せるようにしてるので、表になんかこうバーッと出ないようにはしてるので、普段からこんな感じには使ってます。あとはここはコーヒーシーンみたいなコーヒーのコーナーですね。毎晩あのご飯食べた後とかお菓子とか食べたい時絶対コーヒーなんですけど、そういう時に使ってて、でこれ実はあのアクタスで全部揃うんですよ。はい、あのアクタスが結構コーヒーとかそのマグカップとか可愛いのを出してたり、コーヒーメーカーさん の, あの商品とかも取り扱ってたりするので、私も本当に最初はカッコつけというか見た目ですよね、ちょっと引いてみたいなっていうところから入って、そこでアクタスでこのもうコーヒーメーとか全部買ってやってるんですけど、あとはでも本当にすごいシンプルなので、あんまり何も本当綺麗に調味料とかも本当出ないようにしてるので、部屋にゴミ箱を置いてなくて、あ確かに言われてみれば全くなかったかもしれないですね。そうなんです、あのゴミ箱って常時こう見えるところに配置するものとして私はちょっと捉えてなくて、あのちょっと隠したいんですよねゴミとかって。なのであのゴミとかまとめてここに持ってきて捨てるっていう感じで、それではリビングに戻ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しましたいいえ、まあ一つはなんかベースは絶対揃えた方がごちゃごちゃにはならないかなっていうのは、私の家でいうと白を基調としてるっていうのはもうここの軸だけは絶対ぶらさないようにはしていて、そこに対してこう曲線にしていくのかとか、あの形とか、あとはじゃあこういう色のものを使ってみようとか、そういうのをこう指していくような感じになるので、こうまあ、一つベースとなる家具を決めると結構インテリア選びとかも楽しくなってくるのかなと思いますし、インテリア一個一個のこう歴史というか、なんでそういう風になったんだろうとか、こうなんか疑問を持てると多分もうその家具のことが大好きになってると思うので、はい、以上アクタスの店舗で副店長をやっております、石田でした。今日はありがとうございましたありがとうございました。